はいどうも皆さんこんにちはです。今回もねポケモンスカーレットバイオレットやっていきたいと思います さあというわけで本日は10月の18日の水曜日なんですが今ね急遽動画を回しておりますと言いますのもつい先ほどですねポケモン公式の方から新たなプレゼントですね不思議な贈り物での配布がスタートしたということで今回はそちらの合言葉をですね皆さんに紹介していきながら一緒に受け取っていきたいと思いますいや今回の配布はね本当にありがたいものとなっておりますので絶対に皆さん受け取るようにしてくださいというわけで早速ね 一緒にポケポータルを開いて受け取っていきましょうかはいではこちら一番下の不思議な贈り物ですねからシリアルコード合言葉で受け取るとはいそしたらねこのようにシリアルコード合言葉を打てるとこに来ますので今から僕が打つ合言葉をそのまま真似してみてくださいではいきます1文字目 S で2文字目 W はい次 E もう1個 E で T 次は0です はい次は RSP1CY はいこれで終わりですスイートオアスパイシーですねこちらを入力すると なんとですねはいこちら道具プレゼントを受け取れますいや果たして道具とは一体何なのか早速ね一緒に受け取って確認してみましょうかいや久々のね公式からの配布ということで皆さん楽しみにしてる方もいると思うんですがさあ中身を確認していきましょうはい行きました秘伝辛スパイス1個ですね でこれね具体的にどういった配布かと言いますとまあ本日ですね10時に放課後のブレスというねポケモンのアニメの第2話が YouTube で公開されたんですけどもその時のまあ第2話公開記念ということで今回、ね秘伝スパイスが公式から配布開始されたということになっております。 で今回の配布の内容はですねこちら秘伝甘スパイスまたは秘伝辛スパイスのどちらか1つをランダムでゲットできるというものになっておりますですので今回秘伝甘スパイスをゲットしたのかそれとも辛スパイスをゲットしたのかっていうのはプレイヤーによって異なるということになりますけども皆さんいかがでしたでしょうか甘スパイスもしくは辛スパイスどっちをもらいましたかね僕の場合は辛スパイス1個でした そしてですね今回配布されたこの秘伝スパイスの受け取り期限ですねは2024年つまり来年ですねの9月30日の月曜日23時59分までとなっておりますなのでまあほぼほぼ1年あるということで余裕なんですけども、まあ、秘伝スパイスということですぐ使う方も多いと思います、まあ、色厳選ねめちゃくちゃ使えるアイテムなのでぜひ、まあ、今のうちに受け取っていただきたいと思います ちなみに皆さん放課後のブレス第2話、見ましたかね、まあ、一応ね、ちょっとネタバレになるんで、あんまり細かくは言えないんですけども、パルデア御三家の、ね、中の一体が戦闘するというシーンが今回は、ね、ありまして、かなり白熱した戦いとなっておりますので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、皆さん見ていただきたいと思います。 ちなみに前回の第1話ですね放課後のブレス第1話で配布されたのがこの春クジラになりますでこの春クジラも結構ね特別な個体となっておりますのでついでにぜひゲットしていただきたいと思いますああいう言葉はこちらですね L1KEAFLUTE いいですねこちらを合言葉として打つとなんとこのハルクジラがもらえるといった形になりますでどこら辺が特別かと言いますとまず親名がなッ ペアマとなっておりましてでこちらね特性とあと性格なんかはランダムで配布されるみたいですで何よりもねこの本能の証という入手確率1%しかない証をね持っているとまあこれでさらに色違いとかだったら本当に申し分なかったんですけどもまあ今回はね通常色でこの本能の証がついているといったようなこれだけでもねレア個体と言えると思いますでこちらね出会いのところはレベル50の時にポケモンアニメで運命 的な出会いをしたたようだと言った感じに書かれておりますハルクジラはですね本当に強いポケモンになっておりましてこれね僕が実際に星6レイドで使っているハルクジラなんですけども,もう、ね、育成の仕方によっては大活躍してくれますで具体的にねどうやって育成すればいいかと言いますとまず持ち物を貝殻の鈴にしますでこのね技構成ですけども冷凍パンチと腹太鼓この2つがめちゃくちゃ肝になります というのは、ですね、まあ、この冷凍パンチ、威力が75と、まあ、ちょっと威力としては微妙かなといった感じなんですけども、その代わり、追加効果で氷状態にすることがあるというものを持っております。なんですけども、この、ね、特性力づくに変えることによって、その追加効果はなくなるが、 1.3倍に威力が上がりますなのでこの冷凍パンチ威力75のところを1.3倍の97.5まあ、ほぼほぼ100の威力で打てるとでさらにそれに腹太鼓ですね一気に攻撃力を上げて冷凍パンチですねなのでとんでもないね威力の氷の物理技を打てると言った感じになりますなのでまあ敵の想定としては防御の取得値が低くて氷が弱点の相手ですねはもう相手に ったらワンパンできることもあるのでぜひ、ね、この技構成と特性がおすすめですでまあ一応ね雪景色とかあと眠るも入れておくといいと思いますねで努力値ですけどもこのハルクジラもですねこの特防とか防御ですね耐久面の種族値が結構低いので、まあ、ちょっとバランスよく振った方がいいかなというふうには個人的に思います、まあ、ただですね HP の種族値がめちゃくちゃ高いのでまあそんじょそこらのダメージを食らってもピンピンしてますので まあぜひね皆さんこの春クジラの配布を受け取ってこのように育成してみてはいかがでしょうか特にね星6レイド用で氷タイプのちょっと攻撃役いないなーっていう方はぜひこの春クジラ育ててみてくださいそしてついでにですね今回は秘伝スパイスの配布が行われたということで実はですねこのポケモン SV の追加コンテンツ緑の仮面ではですね伝ススパイス10 こううもらえるというイベントがあります、まあ、これはね僕の動画を見ていただいている方はもうほとんどみんなゲットしていると思うんですけども、まあ、冷静に考えて色違い厳選5回分できると言ったぐらいのねボリュームの秘伝スパイスをもらえると考えたらもう絶対にね見逃してはいけないイベントだというふうに思いますので、まあ、もしね この動画を見ている中でえこれまだ受け取ってないっていう人がいましたらその秘伝スパイスを10個受け取る方法というのを動画で上げていますので、まあ、ぜひね概要欄にリンクを貼っておりますのでそちらチェックしてみてください。 ここととでで今回の動画ねこれで終わりたいと思い思まます、まあ、ちょっとね冷静になって考えてみたら今回が初めてなんじゃないかな公式配布で秘伝スパイスが、まあ、もらえるっていうのはね一応ランクマッチで、まあ、報酬としてもらえるっていうのはあったんですけども多分ね、まあ、誰でももらえるっていうので秘伝スパイスがボーンって出たっていうのはえっ、ー、こらあ ちょっと記憶してる限りでは今回が初めてなんじゃないかなと思うんですけどもまあついに公式配布で秘伝スパイス来たなっていう感じですよねまあ今後もね放課後のブレスの配信記念としていろいろ配布されるんじゃないかなと思うんですけどもこれからどんどん豪華になっていく気がして結構楽しみですねまあもしね皆さん今後このね放課後のブレスの公開記念としてもし何かが配布されるとすれば何が配布されてほしいのかっていうのね皆さんの意見 聞きたいのでぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいですでこのチャンネルではですねこんな感じでポケモン SV にまつわる最新情報をいち早く取り上げたりとかあとはね攻略情報とかもどんどん発信しておりますのでぜひポケモン好きな方はチャンネル登録を今のうちによろしくお願いしますそしてもしねこの動画気に入っていただけたら高評価もしていただけると非常に嬉しいですぜひねよろしくお願いしますというわけでまた次の動画でお会いしましょう